知事選挙が始まっています。この選挙、私たちの命と暮らししっかりと守り抜く大切な選挙です。今日は三鷹の市内の市民の皆さん、そして政党や党派を超えた三鷹の市議会議員、一緒になって宇都宮健二さん勝ち抜かせてくださいと訴えをさせていただきます。リレートークという形で自由にお話をさせていただきますので、8時までぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はさまざまな市民の皆さんが心一つに宇都宮健二さん勝利のためにこの場所をお借りさせていただいています。今チラシもお配りしています。ぜひお手に取って宇都宮健二さんの政策お読みください。それでは始めさせていただきます。宇都宮健二さんの街頭宣伝リレートーク始めさせていただきます。本日司会をさせていただきますのは日本共産党の三鷹市議会議員篠飛鳥です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は私たち議員だけでなく市民の皆さんも宇都宮健二さん頑張れとこの三鷹駅前デッキに駆けつけてくださっています。早速ご紹介させていただきます。まずトップバッターでお話をしていただきますのは市民による外環道路問題連絡会三鷹の小笠原俊文さんです。どうぞよろしくお願いいたします。市民外観三鷹から参りました。お世話になってます。もう運動12年になりますね。今日は市民のリレートークってことでね、いいですね。こういうあの選挙運動ね、市民が順番に喋るってなかなかないんじゃないですか。言いたいことはね、もう3時間あっても足りないぐらいたくさんあるんだけど、外観の話だけに今日はピンポイントでさせていただきます。今ねどうしても皆さんに知らせなければいけないホットニュースっていうかね、悪い話なんですが、2つだけ記憶していただきたいと思います。1つはこの6月に入ってもうついこの間の話です。12日だったかな、横浜の話、新横浜の間近の横浜市道になるのかな、環状線環状2号っていう道路が立派な国道並みの立派な道路があるんですけどね、陥没しちゃいました。10メートル四方ぐらい、だから今はこの私たちが立ってるこれぐらいのところがボーンってね穴ぼこになっちゃった。歩道から車道にかけて大変なことですね。で近所ですぐ直下ではないらしいんだけど、近所で地下鉄のやっぱりトンネル工事をやってたんだそうですね。で今それとの関連は調査中であるってことで、まだ結論は出てないみたいなんですが、私たちとしてはもうこれ無視できない大変なニュースですね。トンネルの事故ってね、実はもう方々で、海外も含めてですが、方々でしょっちゅう聞くんです、不幸なことに。でご存知の通り外観は大震動トンネル、もう世界にも類を見ない難工事とかって言われながらね、大宣伝しながらやってますが、なんかトンネルの事故があるたびに事業者の方はトンネルの掘り方の問題にするんですよ。ナトム工法でしたっていうね、ちょっと専門的な話で、で外観はシールドっていうね方法だから大丈夫なんですよっていうことを二言目には言うの。でも今回のその横浜の話は横浜に限らないんですが、シールドトンネルの事故ってしょっちゅう起こってます。でこれは大注目なんで、皆さん横浜陥没とかで検索してくださいね。それからもう一つ、今言ったシールドマシーンというのがすでにね、南の方、世田谷の方から、それから北の大泉の方からちょっとずつ動いてます。で地下掘ってます。でその近くからですね、これは偶然ではないんですが、水の多いところなんですね、外観の予定地っていうのは。
で近くに川とかあの池とかいっぱいあるんですが、その水の底からブク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 と泡が見えるよっていう報告が立て続けになされています。でその泡の空気を調べるととてもとても酸素濃度が低い、空気であるっていうことが分かってます。でどうやらこれは地下の工事、そのトンネル工事のところからね、上がってきてる空気だっていうことがどうやら間違いないみたいなんですね。でこれもね大問題です。酸素の少ない空気ってね、私たち一息深呼吸しちゃうとその場で死んじゃうんですよ。でそれぐらいの空気が今方々で報告されてる。でこれ水から出てるから泡だって分かるんだけど、こういうところから出てたら分かんないじゃないですか。空気の中に空気が出てきても大変なことですね。で事業者は近隣住民の健康には影響しないっていう言い方をしてて、影響することが分かった瞬間にはもうどうなってるんですか。でこんな話で外観って進められてるんだってことを今皆さん本当にね、これも検索してください。外観泡とかで検索すると必ず出てきますから、はい。でねこういうことがこういうひどいことがまかり通ってるっていうのはやっぱりね、大きな本当にね1兆6000億っていうね大きなお金の大事業ですよ。これやっぱりね雲の上で私たちの預かり知らぬところでね、政策が決まってるっていうことを象徴してる話だと思うのね。で私たち外観に反対ですってことをこの選挙で訴えてるっていうのはやっぱり本当に私たちの代表ね、東京都の政策は都民が決めるんだっていう一番基本のところをしっかり守ってくれる人をやっぱり選ばなきゃいけないっていう話に結びついてると思うのね。で外観の話って民主主義の話だって私はいつも思ってるの。ふさわしい人を選びましょうよ。でね、一つだけちょっと時間大丈夫？ねこれ見てね、都民を主役にちゃんと据えてる呼びかけをしてるのは宇都宮さんだけですよ。東京都民がって主語がちゃんと都民になってる人、これねきちんと皆さん確認してください。はい、以上です。ちょっとオーバーしちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまお話しいただきましたのは市民による外環道路問題連絡会三鷹の小笠原俊文さんでした。宇都宮県知頑張れと期待の声を寄せていただきました。ありがとうございます。今日はさまざまな三鷹の市民の皆さんからリレートークという形で宇都宮県知さんへの思い、都政の思いを語っていただいています。続きましてさよなら原発三鷹アクションから山田和美さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。さよなら原発三鷹アクション、三鷹の地で、原発いらない、放射能はいらないと訴え続けてきました。私、三鷹在住の山田和美と申します。今日は、宇都宮健二さんの応援ということで、この場に立たせていただきました。こんなね高いところから話をするなんて思ってもいなかったんですけれども、皆さんに少しでもお話ができればと思って今日ここに参りました。さよなら原発三鷹アクション、ご存知の通り2011年の、福島の地震、そして、原発の事故、あの年、あの冬からですね、三鷹の地で、もう何十回とパレードをしたり、この三鷹の、ペデストリアンデッキでサイレントスタンディングをしたり、原発はいらないよ、もう放射能もいらないよ、もっと安全な自然エネルギーをみんなにということで訴えてきました。その中でパレードの途中でもこうやってマイクを握って、原発いらないよということをコールをしたり話をしたりするんですけれども、こういうふうに一人で、マイクを握るってやっぱりちょっと怖い気もするんですよね。みんなにどう思われるかなとかってそういうことも思うんですけれども、この勇気をくれたのはこの宇都宮健二さんです。私宇都宮さんと吉祥寺の街を一緒に歩いたことがあるんですけれども、一人でも
マイクを握って話をすることができるんだ、人に話を届けることができるんだっていうふうに教えてくれたのが宇都宮健児さんでした。本当にその思いを胸に今、こうやってここに立っているわけですけれども、いけないことはいけないんだ、そういうことをはっきり言える候補者は宇都宮健児さんです。こうやって皆さん今プラカードを持っていらっしゃいますけれども、たくさん の東京都には問題があります。原発の問題は東京に限りませんけれども、東京都の問題こんなにたくさんあるのに、他の候補者はごめんなさい、他の候補者は本当に真面目に考えているのかと思うようなことたくさんあります。今日うちに、選挙候補が来ましたけれども、その中の一つに CO2 を削減して都市農業を守るというのがありました。他の候補者にはこの文言は入っていません。私たち、さよなら原発三鷹アクションでは、原子力は嫌だ、原発は嫌だということで、他の自然エネルギーをなんとか、普及させたい、それもこの三鷹、地元からということで、いろいろアピールをしてきましたけれども、都市農業、この三鷹、とても盛んです。頑張っている農家の方、たくさんいらっしゃいます。そして、おいしい野菜を私たちに日々届けてくださいます。生産者と消費者がこんなに近い間柄、これも三鷹の特徴ではないでしょうか。この三鷹の地でこうやって都市農業を守る、そういう、話をできるというのはとても嬉しいことだと思っています。そして宇都宮健児さんがそれを広報に載せてくださった、選挙広報に載せてくださった、それもとても嬉しいことだと思っています。他の方は言いません。でも宇都宮さんは言ってくれる、私たちの声をきちんと政策に反映させてくれる、そういうふうに思っています。皆さん、今日ここに宇都宮さんはいませんけれども、宇都宮健児さんの訴え本当に私たちに届いています。そしてこれを隣の人にも、今日帰ったら家族の方にもご近所の方にも訴え続けましょう。そうすればきっと支援は広がっていくと思います。7月5日の投票日までもう少しです。もう、事前投票も行われておりますけれども、ぜひ、東京都には宇都宮健児さん必要な方です。どうぞこれからも宇都宮健児さん支援の輪を広げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えはさよなら原発三鷹アクションから山田和美さんでした。今日は宇都宮健児さん頑張れと、たくさんの市民の方たちが応援のメッセージ寄せてくださっています。続きまして、常に子どもたちと一緒に向き合っている民間保育園の保育士さんからも、宇都宮さん頑張れと駆けつけてくださっています。よろしくお願いします。こんばんは、お疲れ様です。私はこの近くの保育園で働く、民間保育園で働く職員です。保育園の現場の実態から都政に臨むことを今日こういう場でいただいたのでお話をしていきたいと思います。この4月5月は緊急事態宣言のもと、保育園は休園や登園自粛という形で今まで経験したことのない事態に陥りました。この期間、子どもたちは公園でも遊べず、お友達と遊ぶ機会も奪われて、さらに保護者の方は家で仕事をせざるを得ない状況の中で、私たちは一体どんな生活をしているのか、何か自分たちできることはないのかっていうことを、思いを馳せ、模索しながら、いていた日々です。で、改めてその時に保育園の役割を考えました。単に、働いている方のお子さんをお預かりするっていうだけのことではない保育園の役割です。現在は保育園は再開をしまして、子どもたちの元気のいい笑い声が響き渡っています。ちょっとだけ子どもたちの様子をお話しすることで、保育園の役割とかね、今の保育園の大事さを分かっていただけるかなと思うんですけども、0歳児の赤ちゃんを想像してください。初めは怖がって行こうとしなかった大きなホールが保育園にはあるんですが、マット遊びを
最初は怖がってたのに、1週間後にはもう笑顔で向かうようになり、今では友達が待っているちょっと高いところまで自分で行こうっていう気持ちが芽生えてきています。広い環境と友達がいる中で子どもたちは成長していくんだなっていうことを、今喜んで見ています。もう一つ5歳児なんですけど、年長さんです。保育園の年長さん5歳、まだ生まれて5年なんですが、小さなカマキリやヤモリを今見つけて大事に育てているんですけれども、毎日子どもたちが議論をしています。5歳の子でも話し合うということをやっています。育てるにはどうしたらいいんだろう、何を食べたろうかとか、死を目の前にした時に子どもたちがいろんな感情を持ったりとか、それからこのまま育って続けていいのだろうかっていうことを日々子どもたちは話し合っています。で、それはやっぱり友達の中で意見を聞き合ったり、それから新しい考えを知ったりとか、次の策を練ったりっていうような力が子どもたちの中で今育っています。やっぱり保育園ならではの姿かなと思います。このコロナ禍を通して保育園は心と体を本当に豊かにする場であり、保障していかなくてはいけないっていうことをより感じています。保育園というと待機児童問題が皆さんもご存知だと思いますけれども、小池都知事は待機児童は減ったと言いますが、実際は隠れ待機児童という希望の認可保育園に入れなかったお子さんが約2万3000人います。まだまだ十分な育ちの場が確保されてないお子さんや保護者の方々がいるという現状を知っていただきたいです。子どもたちの願いは安心して遊べる場、自分の思いをきっちりと出して受け止めてもらえる友達や大人に囲まれた場です。で、そんな場を作るにはやはり環境改善や人材確保は急務だと思っています。都知事候補の宇都宮健児さんは都民の生存権がかかった選挙とおっしゃっていましたが、まさに子どもたちやその家族、そして都民が輝かしい未来を生きる場を都知事になって作ってもらいたいと思っています。毎回都議会を傍聴し、一人一人の悲しみや苦しみに心を寄せ涙する優しさと人間味のある宇都宮健児さんだからこそ託せると思っています。超高層ビルが林立する大型開発で一挙集中させる東京よりも、心を豊かに育てる保育園や町、誰もが安心して暮らせる町を全国に先駆けて東京で実現してほしいと思っています。皆さんともに一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお話は民間保育園で働いている保育士さんでした。子どもたちの未来のためにもぜひ宇都宮都知事誕生させてください。今日のこのリレートークは宇都宮健児さんを都知事にしたいと願う多くの市民の皆さん、そして政党や党派を超えた三鷹の市議会議員たちがここに一堂に会しています。続いてお話をいたしますのは三鷹市議会議員の野村陽子さんです。三鷹駅ご通行中の皆さん、こんにちは。三鷹市議会議員の野村陽子です。今日は3つ話したいと思ってきました。1つは最初に市民の方が話された道路の問題です。東京都は1960年代に決めた都市計画道路、もう50年60年前に決めた道路を未だに作ろうとしています。もう都内でね、たくさんの裁判が実は起こってるんです。私も実は東京、この先ほど言った東京外環道、大深度地下40メートルよりさらに深いところだから、上の人たちにそこに住んでるんですよ、家を建てて。その人たちに何の断りもなく下にトンネル掘っていい、そういう大深度法っていうものによって今ね、地面の中、本当に住宅街の中、トンネルが掘り進められています。それ憲法違反だろ、
民法には所有権認められてる。公ので使うんだったらちゃんと公が保証しなさい。そうやって憲法に決められてるのに、そういう憲法違反の大震度法おかしいだろって、何人もの仲間たちと共に今裁判争っています。そしてつい最近この気泡泡がたくさん出ちゃう、それ地表には何の影響もないから保証も何もなしに掘っていいんだって言ったけど、やっぱり影響が出てるじゃないか。この気泡シールド工法というのやめてください。工事の差し止め訴訟も起こしました。東京都が、これ国の工事だけど東京都はその外環道の上に新たに道路を作る、もうそれも言ってるんですね。もうやめましょうよ、車のための道やめましょう。私たちが歩く、人が歩く、歩いて気持ちいい生活道路を作るならいいんですよ。でもそうじゃない。そしてその再開発のために何が起きるか、巨大なタワービル建てて結局ゼネコン、大きな不動産会社が儲けてるだけなんです。これやめさせましょう。東京都が都市計画道路をやめればいい、そういう話なんです。そして2点目は住宅の話です。実は今日三鷹市議会最終日でした、私が起草した、住宅困窮者支援と生活困窮者支援と住宅政策拡充のを求める意見書、公共施設ね、都営住宅、今単身者だったら若い人たち入れないんですね。60歳以上じゃないと申し込めない。でもネットカフェ難民の人たち、本当はそういうところに入れたら、ね、その人たち一生懸命仕事してるので平均10万円の収入があるんですよ。でもアパート借りられない。ちゃんと住む場所があれば、公が住宅提供してればその人たち暮らせるんですよ。で、公営住宅法、法律はもうこの同居要件廃止してるんです。だけど東京都は条例で廃止してない。だから都営住宅入れないんです。これすぐにでも、今すぐにでもできる政策なんです。若い人でも年取った人でも単身でも所得が少なければ公が住まいを支える、それをしっかりやってほしい。もちろん借り上げもできます。だから駅の周辺のね、ワンルームマンション空いてるんだったら、ちゃんとそれを東京都が借りて、都営住宅、借り上げ公営住宅でちゃんと提供してくださいよ。今民間の団体が寄付を集めて一生懸命シェルター作ってる、東京都の仕事でしょと思います。ビジネスホテル1ヶ月2ヶ月じゃなくて、ちゃんと安心して恒常的に住める住宅、東京都がすべきです。そして3つ目、ケアワーカーの人たち、今保育園の先生が出ましたけども、医療者だけじゃない、医療者を支えるさまざまなクリーニングや清掃やってる人たちもいますよね、保険、介護保険や、あるいは保育所とか、もう福祉関係のいろいろなケアをしてる人たち、対面でやらざるを得ないんです。そういう人たちにしっかり支える。で、本当はそういうところからもう今民間に投げてますよね。調理の仕事だって、清掃の仕事だって、まずそこから民間委託にしちゃって、本当に安定的な仕事、ちゃんとまともに働いてまともに暮らせる給料もらえてない、まずそこを変えていかなくちゃいけない。しっかりと公がこういうケアする人、仕事の人たちに給料を出して、もうそういう人たちにしっかり働いてもらう、非正規じゃなくて正規で働いてもらう、工事にね、お金をかける、街を壊して道路を作ったり巨大な建物を建てる、そこにお金を使うんじゃなくて、ケアする人たち、本当にそこで働いてる、社会を支えてるエッセンシャルワーカーの人たちに、そこにお金を出す、そういう公共事業をしてくださいということを私は言いたい。ぜひですね、宇都宮さん、いくつもこの私が言った中のことを政策として述べていってくれてると思います。一緒にこの投票を変えていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。よーよー、ありがとうございました。ただいまのお話は三鷹市議会議員の野村陽子さんでした。続きまして三鷹市議会議員新社会党の島崎英治さんをご紹介させていただきます。こんばんは、三鷹市議会議員の島崎英治です。今日三鷹市議会最終日、本会議最終日でいろんな議案の採決があったんですが、悔しいこと、今野村さんが言ったのね、通ってよかったです。本当にすごいことです。で、私が起草した都立病院および公社病院のね、独立法人化、
これを中止する決議を出した。悔しいですね。とある人は立派なホテルみたいのをやって、で金たくさん取ればいいんだ。またある人はですね、都議会が関与できるように、検討課題だ、独立法人化するとね、議会が関与できなくなる、ベッドだって確保してくれないですよ。日野市、あそこで一律病院があるんですけど、今回の PCR 検査病院でできなかったんですよ。なぜか赤字を理由に伝染病棟を廃止しちゃったから。だから病院の前で検査をしたんです。でも中じゃないんです。これはもう本当にとんでもないことが起きてるなというふうに思います。宇都宮さんはPCR に対してどう対応するか具体的に出してますよね。そしてそれだけじゃなくて、その後の社会どうあったらいいかということを唯一出してる人ですよ。今日これはね、立憲民主党の枝野さんが国会で追及したパネルです。新型コロナウイルス感染症は何を突きつけたか。生きるために不可欠なケアサービスの脆弱さ、医療、介護、保育、障害者、福祉、社会の危機が各個人の生活の危機に直結する脆弱さ、非正規、不安定雇用、ホームレス、そして貯蓄ゼロ所帯、それから目先の効率性重視から引き起こす社会経済構造の脆弱さ、過度の一極集中、国際分業、中小企業の脆弱な運営、これがコロナ社会がもたらしたもの、そしてそれが新自由主義社会がこの社会にもたらして、本当にあれは小泉さんとかですよね。それでその典型が緑のシンボルになってるあの人が自衛だって言ったでしょ。自衛だだったらさ、当選いらないじゃん。そうだね、あれ天つまもんですよ。本当にひどいことを平気で言う。7つのゼロ、実行実現したのゼロでしょ。ゼロですよね。私玉格差解消期待しましたよ。保健所ないんだもん、三鷹に。1997年に亡くなっちゃったね。そしてゴミ処理問題、これも格差、何一つ玉格差解消してない。そうでしょ。そのことをやっぱり肝に銘じて、あ、宇都宮さんがね、すごいところはこの何年も機会を傍聴してね、都議会をしっかりと調査分析して、どう政策をみんなで一緒に作っていったらいいか、だから具体的なんだと思うんです。そしてさらに宇都宮さんが言ってるのは、東京都庁がいくら金を貯め込んでるか、いくら基金があるか、これもしっかり把握してるんですよ。これはやっぱりね、すごい人だなとこう思いました。そして何よりもいつも弱い人、困っている人の隣にいつもいる、これが宇都宮さん、宇都宮健二さんだと思います。ということでね、何としても私は宇都宮健二さんに都知事になってほしい。そしたら東京変わるよね。東京変わるということは、嘘つき嘘800の人がいる国も変わっていくと、こういうふうになると私確信します。どうぞ皆さん一緒に宇都宮健二を都知事にしようじゃありませんか。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ただいまの訴えは新社会党の島崎英治三鷹市議会議員でございました。今日は宇都宮健二さん頑張れと、さまざまな市民の皆さん、そして党派政党を超えた政治家の皆さんもここに集まっています。続きましてお話をいたしますのは、日本共産党三鷹市議会議員前田舞さんです。三鷹駅ご通行中の皆さん、こんばんは。三鷹市議会議員、日本共産党の前田舞です。本日は日本共産党三鷹市議会議員団4人全員揃って、宇都宮健二さんを必ず都知事に押し上げるために全力で応援することを表明して訴えをさせていただきたいと思います。私は昨年の市議会議員選挙で当選した新人議員です。現在5歳になる女の子を子育て中です。三鷹市の待機児童数、コロナの影響で育休の延長等もありますので確定した数字ではありませんが、6月の速報値として国基準では92人、さらにここに先ほどの保育士の方もおっしゃっていました、隠れ待機児童も含めれば260人を超えるお子さんたちが未だに待機児童として生まれている現状があります。宇都宮健二さんは高い保育の質を確保して保育士の処遇を改善した上で待機児童を解消していくと言っています。非常に重要なことだと思います。私も今回の6月議会で一般質問を行いました。三鷹の認可保育園といえども保育の質が危ういところがある。例えば今回の3月、今年の3月に保育士がストライキを起こした園もあります。また昨年度保育園の行事、運動会とか発表会が行われなかった、そういったところも出てきています。保育の質に差が出てくるようではいけないと思います。どの子も安心して育っていける、そしてどの親も安心して預けて働きに出かけられる、そういった環境を作る上でもやはり都知事には宇都宮健二さんになっていただきたいと思います。医療的ケア児の問題も市民の方からお声を寄せていただきました。これも東京都から補助金があれば実施できる事業がたくさんあります。ここにもやはり玉格差があります。 PCR センター三鷹市独自のものも設置されたのは今月の15日です。23区ではもっと早い段階から区独自の PCR センター設置されていました。多摩地域ばかり後回しにされる、そういった状況は変えられるのは宇都宮さん以外いません。また私はこうして議員になる前、弁護士事務所、法律事務所の事務員として、立川の方の事務所で働いていました。2015年の12月、生活保護を利用していた男性が就労指導、仕事しなさいと市から指導を受けてそれに従わなかった、そのことを理由に生活保護を停止されて後に廃止され、その直後にその男性は自殺しました。このことは非常に私は当時法律事務所で働く人間として、衝撃を持って受け止めました。生活保護を受けながら厳しい生活をしながら、それでもそうやって市から行政から強いことを言われてついには命を絶ってしまった。これについては多くの市民の方、また弁護士含めて団体が立ち上がって調査団が結成されて、この事件の原因究明、真相究明にも取り組まれました。その調査団の共同代表になっていたのが宇都宮健二さんです。長年宇都宮さんはさまざまなトヨタ商事など有名な事件ありますけれども、一人一人の困った生活をしている人のをほっとけない、見捨てないで力になる、その仕事をずっとしてこられた、そこにこそ私は都政を託したいと思います。パフォーマンスばかりの、小池都政はもうやめにして、地道に都民一人一人の暮らしを守る都政に変えていく、その体験をぜひ今度の7月5日の都知事選挙でご一緒に体験しようではありませんか。宇都宮健二さんへのご支援、心よりお願い申し上げまして、私前田舞からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本共産党三鷹市議会議員の前田舞さんでした。昨年2019年に
初めて当選を果たした新人の1年生議員の 中で一級会というのを私たち作っていまして、一緒にご飯を食べに行ったり、仲良く党派を超えて活動をしています。次の方もその私たちと同期生一級会の仲間です。立憲民主党の小畑和人市議会議員です。三鷹の皆様こんばんは。立憲民主党三鷹市議会議員の小畑和人でございます。立憲民主党は、この度宇都宮健二さんを応援しております。宇都宮健二さんも先日おっしゃってましたけれども、ハッシュタグでですね、検察庁改正案に反対します、この一人の女性のこのハッシュタグがですね、非常に大きな力となって1000万人ですかね、の方がリツイートしたということで、まさに、政治を変えることができました。でこの、日本の国民の皆さんがですね、今この三権分立に関して非常に危機感を持っているなというのを非常に感じております。もう一方でですね、今広島の方で大きな公職選挙法違反の問題も起こっておりますけれども、なんと皆さんもご存知の通り、1億5000万ものですね、お金が自民党の方から流れたというようなお話もございます。まあ、一方で同じ自民党の方で片や1500万、これ一体何なんだろう。で、ま、なおかつその方が、まあ、法務大臣であったこういったこともありまして、本当にですね、この三権分立今日本にちゃんと守られているのか、非常に危機感を感じざるを得ないという状況にあると思います。一方でですね、この都政なんですけれども、まあ、私も昨年、まあ、初めて立候補させていただいて、今、市議会でですね、働かさせていただいておりますけれども、やっぱり思うのはですね、市長、組長さん、この力がですね、うちの宇都宮先生が一番最高だ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。宇都宮先生最高でございます。このです、秘書さんの力というのはすごく強い。まあ、自治体に関しては二元代表制と言っておりまして、秘書、組長と、まあ、議会ですね、ここは、まあ、対等だと、まあ、こういうふうに、まあ、一般的に言われているわけですけれども、実際中に入って経験すると市長のやはり力っていうのは非常に強いわけです。まあ、なぜかというと、まあ、人事権握ってますよね。まあ、それとお金も握ってます。予算も握っている。そして情報もすごく握ってます。この情報がなかなか我々議員まで来ない。まあ、三鷹はですね、比較的来てますけれども、そういったところを抑えられるということで、市長さんの力というのは非常に強いわけですね。で、都議会を見ると、まあ、都庁を見ると、まあ、小池さんが、まあ、非常にうまいことをやっている。これはですね、要するに皆さん、都民ファーストの議員が、まあ、50名以上いるというのは皆さんもご存知だと思います。とするとですよ、同じ小池さんのもとにいる都民ファーストの議員さんが、じゃあどこまで行った議会で小池さんの政治をチェックできるのか、ここが非常にですね、やっぱり疑問。私はああいう形で、まあ、まさに大阪の方でもどなたかがやりましたけれども、こういうこの地域政党、都のトップの方が、まあ、自分の政党、地域政党を作る、こういったことは私は、まあ、禁じ手ではないかなと思います。まあ、まさにこの二元代表制の中で、非常にですね、やはり力の議員というのはですね、全員が集まってようやく組長と対決する力を持てるという中で、まあ、御用議員のようにですね、小池さんの議案を、まあ、全て通していく、こういったことがやっぱりあってはならないですし、もしですね、これが認められるのであれば、
小池さんが公約された7つのゼロ、これをですね、もっとしっかりとそういった力を背景にですね、成し遂げていただけたはず。しかしこれもできていない。特に私が思うのは、この先ほども話がございましたけれども、3度も格差ゼロ、そして介護離職ゼロ、この2つに関しては何をするのかということも小池さんは明確に訴えられておりません。なのでこの4年間経って、この2つについてちゃんとできているかどうかの検証もできない、こういった状況にあると私は思います。こういったですね、都政を変えられるのは私は宇都宮健一さん、この方しかいないと思います。ただなかなかですね、この宇都宮健一さん、どういった方かというのが見えにくいと言いますか、分かりにくいというところもあるんではないかなということで、すごく心配をしております。皆さん、NHK の番組でプロフェッショナル仕事の流儀、これは YouTube で宇都宮健一さんと出すと見れます。2006年ですね、の番組ですけれども、宇都宮さんの仕事ぶりがよくわかります。ぜひ見ていただいて、宇都宮さんの応援をよろしくお願いいたします。ただいまの訴えは立憲民主党の三鷹市議会議員小畑敦人さんでした。続きまして、立憲民主党三鷹市議会議員の岩見大蔵さんです。よろしくお願いいたします。よっ、岩見さん。はい、皆さんこんばんは。ご紹介いただきました三鷹市議会議員、立憲民主党の岩見大蔵と申します。今回の都知事選を眺めておりまして、私つくづく思ったことがあります。ちょうど50年以上前になりますが、三鷹さんという都知事が当時福祉政策を中心に東京都政を進めてまいりました。弱者救済もやり、そして貧困対策もやり、当時そのような都政を推進してきたのが、ちょうど私が、生まれた頃、50数年前だというふうに記憶をしております。しかし皆さん、逆に申し上げれば、もう50年以上もそのようなことに寄り添う都政というのが生まれていないということなんです。先ほど来お話がありましたが、その後につきましては鈴木都知事が財政再建もやった。しかしそれ以降はもうパフォーマンスのうまい、タレント性の強い都知事ばかりが誕生してきたという経緯があります。多くは申し上げませんが、もうそろそろそういうのはやめようじゃありませんか。どうだ、我々は今この新型コロナ対策によりまして、今東京都内における貧困層の増大、あるいは格差の問題、そうしたことがよりあらわになってまいりました。こうしたことにしっかりと対応できる都知事というのが今本当に必要なんではないでしょうか。宇都宮さん、今回3度目の挑戦、そして毎回都議会も傍聴しながら、より都政の研究を進めてまいりました。そうした宇都宮さんの地道な取り組み、そして何よりもその宇都宮さんの人間性ということ、このことをしっかりとこの考えながら、この人間宇都宮健二に何としても都政の舵取りを取らせていただきたい。今情勢は確かに厳しいものがあります。しかしながら皆さん方の声を一つ一つ広げていければ必ず勝てると私も確信をいたしているところでございます。どうか皆さん方のお力、この選挙期間より広げていただきまして、新都知事には宇都宮健さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。ただいまの訴えは立憲民主党岩見大三三鷹市議会議員でございました。今日はさまざまな宇都宮健児さん応援したいという方がここに集まってくださっています。今日は東京都議会からも参加してくださっています。日本共産党の東京都議会議員里吉由美さんです。よろしくお願いいたします。三鷹駅ご利用の皆さん、お集まりの皆さん、こんばんは。私はお隣の世田谷区から、今日は何としても宇都宮健児さん押し上げていただきたいと応援に伺いました。日本共産党都議会議員の里吉由美です。4年間都議会議員として現知事を見てきました。最初は反自民の旗を掲げて、さも都民の声を代表するかのように振る舞って本当に人気を得た現知事。しかし4年経ってみてどうでしょうか。都民と進める、都民と決める、こう言って都民が主人公と言っていた公約はどこへ行ったのか。今築地おかみさん会の皆さんは、築地を守ると言ってくれた今の知事を信じてついてきたのに裏切られた、本当に許せないと、そして築地を守ろうという運動にいつも一緒に頑張ってくれた宇都宮健児さんを今度こそ知事にして、今の自分たちの思いを裏切った知事をもう知事の座から一刻も早く引きずり下ろしたい、私たちの声ちゃんと聞いてくれる知事を誕生させたいと頑張っています。他にもたくさんあります。今の知事は本当にパフォーマンスばかりで、皆さんの耳障りのいい言葉はたくさん言うけれども、あとよくわからない横文字もたくさん使うんですけれども、実際何やってるのか本当にわからない、それが今の皆さんの思いじゃないでしょうか。でも街を歩くとですね、テレビにしょっちゅう出てるものですから、コロナ対策で今の知事頑張ってる、こういうね誤解をされてる方がたくさんいるんです。そこで私都議会議員としてこれだけは皆さんにはっきり言いたい。今の知事がコロナ対策で頑張り出したのは、3月24日東京オリンピックが延期決まってからなんです。それまではね、本当に何にもまともな手を打ってこなかった。それどころかPCR 検査もですね、東京都すごく少ないんですよ。患者をねたくさん東京で発生させるとオリンピックできなくなっちゃうんじゃないか、そういう心配から検査を抑えていたんじゃないかと疑われても仕方のない、本当に少ない検査数です。そして保健所に電話しても電話がつながらない、 PCR 検査を受けたいと言ってもお医者さんが必要だと言っても受けさせてもらえない、そういう中でこの東京都内で PCR 検査受けられずに亡くなってしまって、亡くなった後からコロナ陽性、そういうことが分かった、こんな方たちもたくさんいらっしゃるんです。とてもまともなコロナ対策をやってきたとは言えません。先手が遅れた、本当に後手後手に回ったと言わざるを得ません。そしてこの自粛自粛の中で、この町のいろんな業者の皆さんもお店を閉めなくちゃいけない、大変苦労されたと思います。でも東京都がそういった皆さんに何をしてくれたか、3月25日これから緊急事態だと言い出した小池知事に記者さんが聞いたんですよね。自粛をお願いするんだったら保証はするんですか。その時の小池知事は、税金使うことだからそれはいろいろ考えないと、こう言って後ろ向きだったんです。でもその後皆さんの運動もあって、私たちも議会で頑張って協力金いうのが東京都から出ることになりました。これも対象は全事業所のたった3分の1なんです。だからこれ受けられない業者さんもたくさんあります。それから家賃も出ません。なのでこれだけもらっても商売続けられない、こういう方がたくさんいらっしゃる。今そういう中でやっとお店を開けてなんとか頑張ろうとしている皆さん、でも
本当に3月4月仕事がなかった、そういう中で固定費だけは払わなきゃいけなかった、これから本当にバタバタと潰れていく、そういうお店が出てくるんじゃないかと思います。その時に今の知事でいいんですかってことなんですよ。今の知事ではね、皆さん自衛してください、こういう人ですからね。それでは私たちの暮らし守れません、命も守れません。私は今回共産党を代表して 都議会で PCR 検査少なすぎたんじゃないですか、こういうことも小池知事に聞きました。協力金も線引きしないで全ての業者に渡すべきじゃないですか、質問しました。でも答えは PCR 検査は十分やっていた、こういう答弁ですし、協力金も対象増やすつもりはありません、こういう態度なんですよ。皆さん、宇都宮健児さんは常に弱い立場の人の隣で、弱い立場の方の本当に一番苦しい問題を解決するまで最後まで頑張って取り組んで、そして法律まで変えさせて多くの困っている人を救う仕事を弁護士として実直に正直に粘り強くやってきました。こういう人こそ都知事にふさわしいんじゃないでしょうか。宇都宮健児さんを都知事にして東京を変えましょう、日本を変えましょう。皆さんと全力で私たちも応援していきます。最後の最後までご支持の輪を広げ抜いてご一緒に、宇都宮健児さん、宇都宮健児さん都知事にして一人一人が大切にされる東京を作るためにご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本共産党里吉由美都議会議員でございました。続きまして立憲民主党山花郁夫衆議院議員をご紹介させていただきます。ご紹介いただきました衆議院議員の山花郁夫でございます。宇都宮健児候補、何としても、皆さんと一緒に、都知事へという思いで、今日は、狛江で宇都宮さんと一緒に、マイクを握らせていただきました。実は狛江の地域、狛江町府がそうなんですけれども、多摩川の流域で昨年、台風で避難所に行ったという方がたくさんいらっしゃいましたが、今回のコロナもそうです。こういった非常時になるとどうしてもやっぱり弱い人のところにしわ寄せが行ってしまう、そしてそれが顕在化をするということが、今象徴的に現れていると思います。昨年その台風の時に、避難所に行く行かないという話で言うと、まずは耳が聞こえない方、防災無線が聞こえませんでしたと、こういう話がありました。地震と違って水害の場合、割と早めに行動ができるもんですから、足の悪い方は割と早めに行動されました。車椅子の方、避難所行ったんだけれども車椅子が使えるトイレじゃなかった、こんなことが明らかになりました。やっぱり非常事態になる、とそういったところが顕在化するんです。今回のコロナもそうじゃないでしょうか。今非正規で働いている方増えてます。正社員の方だと本来働く日がこれだけあってお給料もらえる日があってそれがこれだけ休んだって計算しやすいんですけども、派遣で働いている方、5日入るはずだったのがゼロになったとして、これが本来入るはずのお金だったかどうか、結構認定難しいんですよ。こんなことが起こってるんです。つまり宇都宮さん、格差の是正しなきゃいけない、言いました。格差の是正というのは国だけの仕事ではありません。もちろん国もやらなければいけませんけども、人口の1割を超える東京都で格差の是正あれば、相当日本に対しても全体に対してもインパクトあるんじゃないでしょうか。病院の話もありました。また保健所についても同様です。先ほどもお話がありましたけれども、この間統廃合がずっと続いてきました。確かに昔に比べれば保健所の役割っていうのは小さくなってるのかもしれません。私がまだ小さい頃は野良犬とか結構
見ました。最近もうほとんど見なくなりましたけども、だけどもいざという時に本当にその体制でいいんですかっていうことが今回コロナの件で明らかになったんじゃないでしょうか。先日発熱外来をやっている調布でも10手を挙げてくれてるんですけども、今回のコロナについてお医者さんも大変困ってます。あの待合所もある程度広いとこじゃないと危ないので、診療所でもちょっとうちで無理ですってとこある中で手を挙げてるその発熱外来のお医者さんもやっぱ保健所に電話したけど3時間つながんなかったって言ってました。これは決して今保健所がサボってるわけじゃないんですよ。必死にやってるんですよ。だけども追っつかない、そんな状態になってしまってる。つまりこれもいろんなとこで申し上げてますけども、これまで民間にできることは民間へとか、先ほど島崎さんも自己責任の話されてましたけど、なんか自己責任だみたいな、そんな風潮でどん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 削って、これやりすぎてるんじゃないでしょうか。救急車や消防車の話をよくしてます。救急車や消防車、圧倒的に車庫で待機してる時間の方が長いです。これをもって民間じゃ考えられないとか、税金の無駄遣いだなんて皆さん言わないでしょう。公の仕事っていうのはそういうもんなんですよ。だからこそそういったことのために、いざという時のために、もしかしたら本当に危険なことがあるかもしれない、命を守るために、そのために皆さん税金を納めてるんじゃないでしょうか。稼げる東京みたいなこと言ってますけど、稼げる話は民間に任せればいいんです。そんなことは、公立病院についても今回のコロナの件もそうです。民間じゃなかなか受け入れられない、採算が合わない、これ民間の例えば病院倫理的にどうよっていう思われる方いらっしゃるかもしれないけども、民間の倫理っていうのは勤めてる人にちゃんとお金を払う、給料を払う、雇用を維持する、それ最低の倫理ですから、儲からないことやらないといったところでけしからんというのはなかなか言いづらいと思います。心意気としては立派だと思うけども、つまり民間でできることは民間へっていうのは聞こえはいいかもしれないけどちょっと違うんです。大概のこと民間でできるんです。だけど民間でできるかもしれないけど、何としてもやっぱり命に関わること、生活に関わること、生存に関わること、それは公でちゃんと確保してなきゃいけないはずなんです。そのことを宇都宮健児候補、今回もちゃんとやろうじゃないか、見直そうじゃないか、公立病院守ろうじゃないか、そういったことを訴えています。格差の是正を行って、そして命に関わる問題、こういったことについて行政がしっかりと役に立つような、そういった都知事を皆さんと共に作ってまいりたいと思います。人権の問題についても訴えられておりました。吉祥寺でお話をされた時にはちょっとこう言葉が詰まるようなシーンもあったんですけども、このコロナ禍で自殺されようとしたんじゃないかみたいな、そういった方に対して思わず言葉が詰まってしまうシーンがありました。かつてミスター検察と言われた伊藤検事総長は、被害者と共に泣く検察ということを標榜されておりましたけれども、私は日弁連の会長にはぜひ都民のために泣ける知事であってほしい、そういった都知事を皆さんと共に選んでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。7月5日は投票日、期日前投票ももう行います。皆さんのお力で宇都宮健児さん